こんにちは、陰キャおやつのコーナーですけども、ずっと私のおやつがもう出てこなくなりましたね。というのがやっぱりさすがにね、甘いもの食べ過ぎだってことは私も分かっていたんですよ。でしっかりと食べた結果、今は食べなくてもいいようになりました。とりあえずプロテインをおやつ代わりに飲んで、それでまあ空腹と、あと味覚を満たしてますね。であと適度な運動ですね。うん、やっぱこれにはねすぐ戻れるんですよ。ただですね、ちょっと気になったのが、断食を16時間するみたいな、そんなこと本当にできるんかいなと。いやさすがにね、たまには焼肉食べたいし、たまにはねカップラーメン食べたいし、たまにはこれこれ食べたいわけですよ。ストイックに行くってことは、もしかしたらそういうものを一切断ち切って01で行くってことなのかもしれませんけども、もうちょっとねこの16時間断食をしてる人の話を聞いてみようかなと思ったらメールが来たんですよ。で今回はね、抜粋して一部だけちょっと取り上げさせてもらいますね。こういうふうに書いてます。16時間断食についてですが、その効果として減量、がん予防、筋肉増強、回復力を高める、集中力増強など体にも脳にも良いということで、さまざまなジャンルの方々に人気があるそうですというふうに書いてますね。で次なんですよ。しかしながら断食中にエネルギー切れになったり、あ、これはね一回ありましたね。ちょっと失礼しました。先ほどのメールでしたね、これね。続きのメールなんですよ。はい、あの動画を拝見しましたと書いてありましたね。で自分で書いた文章なんですが、視聴者目線で動画を見てみると、この人相当ストイックだなと思ってしまいますね、という前置きなんですよ。で本文なんですけども、書き忘れたことがありましたということでね、始まってます。こっからが大事ですよ、今回の動画。それは僕の食事内容についてですということですよ。食事内容って16時間食べないでしょ。8時間で1食ぐらいするんでしょ。いやさすがにその1食楽しいかもしれませんけども、いや1食になるとねちょっと辛いなと思うんですよ。ちょっとメール読んでみますね。それは僕の食事内容についてです。健康に良いものだけを食べ、ファストフードや甘いものなどを食べないというようなものではなくですよ、スーパーのお惣菜コーナーやお弁当、インスタントやレトルト商品がメインですと。いやそんなバカな。さらにおやつもやめられません。スナック菓子、チョコ、アイスクリームなどなど毎日食べてしまいます。こういったものは食べない方が運動のパフォーマンスがいいことは分かっています。分かっちゃいるけどやめられない。なんともね、私たちの心をくすぐる言葉ですね。ダイエットや筋トレには本当にね、食事の節制っていうのは欠かせないもんだと思っておりますんでね。私はね、本当にこんなにね、いわゆる暴飲暴食しながら体脂肪率を一桁にできるもんなんでしょうか。もうちょっと先があるんで読んでみますね。2週間に1回のパーソナルトレーニングの前夜と当日は、そういった変なものを食べると筋トレがとても厳しいものになる、というか決められたメニューが途中でできなくなるので。分かりますこれはね。パーソナル料金や確保した時間がもったいなく感じるため、唯一我慢できる日ですね、ということで、トレーニングの日とかその前後はさすがに取らないそうですけども、普段スナック食べたいなと思ったら別に食べるし、おコンビニの新しい弁当だ、美味しそうみたいなの食べるらそうですね。なるほどね。いやそういった食生活で、たとえね8時間しか食べることが許されないとしても、16時間断食だとしても、その8時間で好きなように食べれるんだったら、ちょっといいじゃないですかこれ。どういうことなのかね、ちょっとズームライブの方で聞いてみようかと思いますので、よろしかったらそちらの方もねご参加ください。今日程をちょっと調整してますんでね、早ければ今月中に、遅くても2月の頭ぐらいにはご一緒できると思います。またこの動画の方でね、あのズームの URL を紹介しますんで、よろしかったらご覧ください。1日1食、8時間、16時間食べずに8時間の枠でその1食を賄うんだけども、結構おやつも食べてるそうですよ。スイーツとかね、チョコとかね、アイスクリームとか。どうなってるんですかね。やっぱりいろんな人に合ったダイエット、いろんな人に合った減量法、いろんな人に合った筋トレ方法っていうのがあるんでしょうね、きっとね。この方のね、体格がどうなものなのかとかね、体力がどのぐらいなのかとかね、筋肉量がどういう風なのかとかっていうのは実際見てみたいですし、この方がね、どんな運動能力を持ってるのか、この辺もちょっと興味がありますね。この食生活してて、バーンとデブデブだったりね、することはないと思いますけども、逆に、細ーってみたいな感じで、ひ弱だったらこれも困りますんで、そこそこのパワーがあってね、例えば飛んだり跳ねたりができないにしても、まあなんつうんですかね、こう、バリッとガシッとしてるようなところがあったりとか、
どんなスポーツをされてるのかなってところちょっとズームライブで聞いてみたいと思います。なんかスポーツされてるんでしょうね。もしかしたら格闘技系が好きな方かもしれませんね。はい、ということで、今回は以上です。次回をね、お楽しみに。次回はズームライブの日程をちょっと聞いてみますんで、ね、よろしくお願いします。では。